はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、診断で強化された破壊というテーマを持ってきたんでご紹介していこうかなというふうに思います。診断で結構メインどころで、まあ、ババと追加されましてですね、まあレベル6のね、このシャバラってやつと、あとこのシュアーマっていうね、やつと、あとリンクモンスターのこのヤマっていうね、この辺が追加されましてですね、こいつらが来たことによってなんかね、展開力もめちゃくちゃ上がったし、あと普通の自分たちの、まあ、基本展開の中でこの、エグゼクティブシーザーさんを出すことができるようになっているんですよ、このデッキ。なので、まあ、非常に、ね、先行展開が強くなったと、いうところをですね、まあ、シャバラが、まあ、何するかっていうと、こいつ手札に存在している場合は自分が相手のメインフェンスにフリーチェーンで打てて、悪魔族か裏側表示カードを爆破して特殊召喚できるよという効果がありますと。だからレベル6としても盤面に出てきながら破壊っていうのはその、破壊された場合にね、デッキから、モンスターリクルートしてくるっていう効果がいっぱいありますんで、これを使って、まあ、モンスターを横に並べていくっていうことができるんですね。でこいつが墓地を送られたら、デッキから破壊マジックトラップカードセットできるっていうことで、まあ、リンクスワイとか、クシルスワイとかで墓地を送られると、破壊のマジックトラップカード、まあ、これ破壊のマジックトラップカードって結構その破壊されたらデッキから破壊をリクルートしてくるっていう共通効果ついてますんで、これをセットできるのめちゃくちゃ強いんですね。だからシャバラを素材にして結構山出していくことが多いんですけど、これやるとねめちゃくちゃ強くて、破壊魔法トラップカードセットしながら、ちなみにこいつは何するかっていうと、特殊召喚成功した場合にデッキ墓地から破壊を手札に加えるという効果がありますので、まあ、これで例えばアルファ持ってきてね、アルファで、シャバラでセットした魔法トラップカード割ってさらに展開伸ばしていくとか、いうことができると。でさらにこいつ、墓地にいる状態で、カードが戦闘効果で破壊されると、手札墓地から悪魔族を特殊召喚できるよっていう効果があるんで、これで、まあ、1回使ったシャバラとか、まあ、墓地にいるね、レベル3の、破壊モンスターとかを盤面に並べていくと。一応ね、理想展開すると、まあ、エグゼクティブシーザーと、あとデスマキナと、それから、まあ、ラギアが立つんで、なんか、5妨害くらいは、簡単に用意できるんですよね。まあ、妨害がなければね、相手の。というところで、非常に強力なデッキとなってます。で、このデッキのね、ちょっと重い点は、やっぱ増殖する G っていうカードを結構重く食らっちゃうところなんですよね、展開するときに。なんですけども、このデッキ、利点として、ドロール&ロックバードがあんまり刺さんないっていうのがあって、シャバラサーチした後、あんまり双極とかで、双方の枷とかで、シャバラをサーチした後、そんなにサーチが入んないんですよ。まあ、ヤマとか、この双方の枷ぐらいで。ドローパー打たれても意外と展開できるっていうのがいいところなんで、相手に増地打たれてもドロール&ロックバードぶん投げて、まあこの墓穴みたいな感覚で使えるように今回はドローパーを2枚刺してますというところですね。で破壊された場合にリクルートするって効果墓地発動なんで、基本的にはなんでスキルドレインとかとはめっちゃ相性いいんですよね。だからこの辺のカードも入れておりますと。でね、まあ、ちょっと採用をしたいかったカードがデスガイドっていうモンスターがいましてですね、デスガイドが一応初動なってるんですよ。このヤマってモンスターが悪魔族2体で作れるんで、この、デスガイドからクリッターリクルートしたり、マサイの戦士、マサイの戦士だっけ、マサイをリクルートしてシュアーマ落としながら展開したりっていう動きがすげえ強いんですけど、ただやっぱちょっと誘発だけ悪くなるっていうところもあるのと、あと普通にその誘発をいっぱい入れたいっていうのがあって、デッキの中にね、ドロールとかなんで、デスガイドは今回ちょっと採用しませんが、デスガイド入れてちょっと誘発減らしても強いと思います。なんならちょっと先行あったらそっちの方が強いかなっていう気がしますね。まあ高校見ると手札誘発の枚数結構こっちの方が多いんですけど、はいって感じですね。はい、とにかくちょっと非常にかっこいいモンスターがいっぱい並ぶ、とても楽しいデッキなので、よかったらね、組んでみてください。気に入ったら、ぜひ、デュエル、スタンバイ。さあ、やっていきましょう。破壊デッキ持ってきましたが、診断のお知らせが何一つなかったんで、マジで焦ってます。はい。まあ、これ、裏で投げましょう。診断のお知らせ、なさすぎませんかね。マジです。何も準備してなくて、診断のなんか開封のサムネもクソ適当だったし、なんならデッキ全然できてねえし、完成してねえしよ、考察も終わってねえしよ、きついわマジで。ちょコナミ君マジで実装すんのはいいんだけど、マジでお知らせさ、ちょ多分本当に
このゲームさ、広報仕事しなさすぎじゃない？まあなんかデータだからどうでもいいのかな、もうどうせ買うだろみたいな話か。もうちょっと一回シャバラ出すわ。データだからとりあえずなんか別にお知らせなんかせんくてもどこにも迷惑かかんねえしみたいな話だから、ちょっとマジで動画投稿者にはちなみにねめっちゃくちゃきついですよこのスケジュール。はい。で破壊神王山、ちゃんと、シャバラの効果発動。シャバラは墓地へ送られたら破壊魔法トラップカードを、セットできるよという効果で、山は、破壊モンスターサーチ。ねこれは召喚権使ってないよね俺。なのでサラマ持ってくればいいんじゃないでしょうか。なんか相手なんもとりあえずなさそうなんで、あと2ビリぐらいなんですけど、踏むのはね。でサラマの効果、アルハ、蘇らせまして、でそのまんまこいつ叩き割りますと。破壊って、蘇らしたモンスターをひたすら叩き割っていく、かなり自称ムーブが得意なテーマでございまして、破壊されると、なんかデッキから、ちゃうやつ出してくるっていう効果がめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。まあ、それをね、主には使っていくって感じですね、基本的には。で、ヤマとシュヤーマで、ヤマ多いよね。で、ラギア。ラギアこれフリーチェーンでリンク召喚できますよ、みたいな効果持ってます、一応。相手の特殊召喚されたモンスターと一緒にね。で、シュヤーマー墓地から、叩き割って出てこれて、で、山の効果と衝動の効果が発動すると。こうすると、山の効果で自分の墓地から破壊モンスター特殊召喚できるし、衝動の効果でデッキから特殊召喚できると。まあ、こうやってね、そのカードをバン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 破壊して、デッキからバン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 モンスターを特殊召喚してくるっていう感じのテーマになってますね。これはね、レベル6を出して、で、で、ああ、破壊しない。で、カードを、レベル、これは3ですね。まあ、一応、これ、なんもなければ理想ムーブできそうなんですけど、で、ここで、あまりにも遅すぎる2ビルケアをしまして、世界一遅い2ビルケアをしまして、DDD、怒涛大王、エグゼクティブシーザー、そして、レベル3のモンスターが2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、ダリウス。これ、何デッキですかっていうぐらい DDD 出ますね。悪魔族めっちゃ多いから。で、ダリウスの上に重ねてオーバーレントが最後地区。あられの DD シャチオ、デスラキラ。で、カードをしましょう。これでエンドですね。今、現状どういう妨害があるかっていうと、ラギアの効果で相手の特殊召喚されたモンスターと一緒にリンク召喚しますっていう効果が1妨害。で、エグゼクティブシーザー特殊召喚効果を含むカードを、2回無効にできるんで、それで2妨害。シャチオ、シャチオーデスマキナが、フィードのモンスターの効果発動すると、パクってエクシスにしますよみたいな効果があるので、これで一応吸収2回効果使いますんで、一応2妨害ということで、まあ、全部で5妨害となって、ダリはい、財宝クシャトリラでございますね。かがり火も実装されて、もう、歓喜の、波に、渦に巻き込まれていると言われておりますが、クシャトリアユニコーンくんはちょっと本当にめんどくさいので一回これ吸収するしかありません。一旦アルバ出しましょう。あ、ちなみにアルバは今のところ何もしません。相手のターンでは別に何もしないモンスターなんで。で、ユニコーンが一応処理ました。で、もう一体出てきたらお通夜みたいな話あるけど。さあ、さすがに相手エグゼクティブシーザー結構辛いと思うんだよね。あ、ディアベルスターか。なるほど。ディアベルスター、あ、オッケーです。やめるスターで、これ反逆の財宝で押し込まれるみたいな動きか。まあ、ちょっと一回デスマキナの効果発動してパクるか。表側のカードがなければね、現財宝もう打ちづらいだろうから、オーバーラインユニットを2つ使って相手の、モンスターの効果発動したらフィールドで、そいつをまあ下敷きにしますよみたいな効果がありまして、これもう一回、あ、出たー。うぜえ。どっち、あ、まあそっちか。なるほどね。まあ、それぐらい許してやろう。くそ。ぐぬぬぬぬぬぬぬ。俺のエグゼクティブシーザーが。シャバラの効果、破壊、魔法トラップカードをセット。これどっからでもね、墓地送られれば大丈夫なんで、エクシーストライとかでも、大丈夫になってますね。で、破壊総局セットしておきまして、相手テイクは2枚でしょ。デスマキナあと1回あって、スキドリアあるんで、多分なん
とかなりますっていうか全部止まれると思います多分。はい、もう最後の最後にスキルドレイン開いて分からせよ。あ、1枚ドロー強いな。はい、オッケーです。いいでしょう。もうさっさとあれかな、これ増殖するって言った方がいい。ちょ、温存してんだけど今まだ特殊召喚する効果にチェーンしたくて一生、増殖する G を、持ったまんま、タイミングを見失っているという話もありますか。さあ、かがり火とかいう最強カードでエクセルがサーチされていく。どんだけ強くなんだよこのデッキ。ちょっともういや勘弁してくれや勘弁してくれやマジで。どこまで強くなんだよ、おかしいよ、イカれとるよ。エマージェンシーまだエピアリノアルまだ、エマージェンシーまだ、キマイラまだ。なんでこんなにスネーク、運営スネークアイ好きすぎるだろ、ふざけやがって。なんだはかなか、おーうつえなお前のハンド割り上がるぜ。まあただもうさすがに、さすがに分からせよ。さすがにこのね、ポップルツとかいうモンスターの効果発動してきた段階で分からせるわ。マジでこのゲームどういうゲームかっていうことを分からせる。このゲームは引き運が強いやつが勝つっていうゲームなんで。はい、おはようございます。黙ってもらっていいですか。黙ってもらっていいか。ポポルスとかいうモンスターちょっと黙ってもらっていいか。この盤面手数でまあまあ乗り越えようとしてきてるのこの敵やばいだろ普通に。何、あ、リンクリボーはリリースしたはずだからスキルドレインの効果を免れることができるな。鬱陶しいな。あ、いいだろう。ウィム。まあ、スキルドレインはちなみにね、破壊デッキはかなり相性良くて、破壊されてデッキからリクルートっていう効果が一応あるんですけど、これ何これ?これ家だよね。かなり相性は良くて、マジで何やっても、スキルドレインの適用外から飛んでくるモンスターだから、あ、まあ一応、あ、サラマとかは一応表側の、盤面にいる時の効果だけどね。で、これで、双極を叩き割りまして、シュアーマちゃんが出てきますと。これね、シュアーマとかもね、これね、何がすごいってね、打点高いんだよね。2000あんの俺。こんな簡単に出てきて2000あんのやばいだろ。殴ったら勝ちなんじゃないこれ、もはや。あ、でも8000あるか、相手。ライフ。あ、うざ。はい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 。まあまあでもさすがにデッキトップでなんとかできるような盤面じゃないっていうことだけ言っとくわ。さあ、うららで双極の、リクルート効果は止められてしまいましたが、まあ普通に殴りに行きましょう。でリンクリボーはスキルドレイン化でも一応強いので、スキルドレって結構さ、スネークは意外とさ、このリンクリボーでなんか逃げてくるんだよねすげえ、それがすげえ強いのよ。しかもなんかエクセルとかオークってさ、リリースしてリクルートするみたいな効果ってあれ、リリースするからスキドレの適用外に逃げることできるんだよね。結構強いんだけどスネークアイはスキドレに対しては。まあただこの盤面になってしまうとですね、もうなんか3000打点のモンスターを並べまあ一応万が一がありますかね。アーゼウスしてこれリンク4なっとくか。万が一もほぼねえけど、まあ、一応3000打点にしときますか。あんまりなんかやばいこと起きなそうだけどね。まあ、召喚ムービー見せつけて、で3000打点2体でスキルドレイン、で、これで、ドヤ顔エンドしとけば相手の心は折れるはずや。増殖する地もあるしな。よくもエグゼクティブシーザーをペンデラムゾーンに押し込みやがって許さんぞ虫キャラが。よし最強。なあ、包容1枚で止まってもらえる反動だったりしませんかね。魔法タイプカード結構来てるんで、まあ、割とね、ハンドとしては悪くないかなとは思いますけどね。アルファも来てるしね。アルファが一番やっぱ召喚権使わないで展開できるんで、まあ、社会の中では一番強いんですけど、魔法トラップゾーン、あ、魔法トラップと組み合わさった場合ね。はい、ディアベルスター、いいでしょう。さあ、ディアベルスターの効果で、まあ、どっかここを止めるかと言われると、さすがにエクセル以外の何者でもないみたいな話あるな。あーあ、そっち、あ、なるほど。
いや、それはさすがにちょっとタービランスまで取っとかしてもろていいか。うん。あれ、診断で俺見落としないよね。エマージェンシー来てないですよね。まだ。よく、まだエマージェンシー来てない状況でさ、よくなんかそのレスキューエースとか使う気になるよね。まあ俺も同感でしたけど、まあまあきつかったね。アラート、はい。やっぱその、タービランスってさ、4枚セットをさ、避けれるかどうかなんだよな。その、無限保養とかエフェクトベイラーみたいな効果をさ。まあ、リトルナイト来ると結構簡単に避けれるし、あとエマージェンシー来ても結構避けれるんだけど、タービランスくんね、これ無限保養クリティカルヒットするんじゃないかな。はい、タービランス。これ本当はね、リトルナイトって、言っといて、で、無限保養って言ったらリトルナイト飛ばすみたいな動きできるからさ、4枚セットは絶対通るみたいな話なんだけど、まあ、これ今回マスターデュエルにおいてはですね、エマージェンシーもリトルナイトもないので、タービランスへの無限保養を直撃するという話ですね。よし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 、直撃した直撃した、無限保養めっちゃ効いた。そのうちこの無限保養タービランス効かなくなるのやばいからな。普通にバリケードベルクいいだろ。普通にちょっとやっぱ避ける能力低すぎて、まあ誘発で結構止まっちゃうよねみたいな話あるよね。バリケードベルクと何ラドンだぞ、貴様やるじゃないか。何ラドンだぞ、やばい、こっからラドン展開されるの俺マジ。いやでもあのデッキそんなにゴミ入れてる余裕ないでしょ。言うてそんなにゴミ入れてる余裕ないはずなんだよな。はい、ラドン効果、トークンリリース、まあまラオライオンだよね。はい、そうだよね。これ何、どこまで行くのこれ。これ待って、普通に二妨害ぐらい構えられて終わる、もしかして世界終わるやつ。これサベージバロネスまでいける、ライトニングアーデクみたいな動きになる。あー、アクセルシンクロン、はい。でオライオン効果、いや強えな。これさすがにジェットシンクロン、うわーやばい、これライトニングアーデクか、まずいぞ。ライトニングアーデクは、いやでもアーデクは殴ればいけるか、アーデクは殴ればいけるし、でも大丈夫だ、ライトニングアーデク別に効かねえよこのデッキ、冷静に考えたら。殴った後に魔法トラップゾーンのカードを破壊するだけやから、ライトニングマスターで無効にできない気がする。あ、バロネスかい、なんか死ぬほどライトニングアーデクの話してたらバロネスかい。あ、1枚ドローやめて、やめてください、やめてください、普通にそれは。いやー、その1枚ドローもあんのか、いや強いな。まあでも盤面はバロネスだけだな、盤面は今のところバロネスだけ。まあセットカードがあるかどうか問題ですね。まあセットカードあったらちょっとめんどくさいかな。一応レスキューエースモンスターいないと打てないみたいな。あー、エンドフェイズなんだ、なるほど。その4枚じゃ手札いいはずなんじゃないの。増殖する時期た、あー、まあとりあえず相応のカセ発動しましょう。さあカセ発動して、シャーバラちゃん持ってきて、ほんでそうっすね、まあそうのカセからセットしてアルファで割るかシャバラで割るかみたいなとこあるな、まあ、これセットして、ちょっとバロネスどこで使われるか問題はかなりあります。正直どこで使われるか問題は正直かなりある。まあ、これ使ってくれるんだったらそりゃそうでいい。あ、ゾウジーね、もう行くしかないね、こんなもん行くしかないわこんなもん行くしかない。はい、一応シャバラちゃんとカセの効果は通るのかな。さあカセ効果と、ここ止めてくんねえから、ここウララ、あー、なるほど、ウララ、ウララはオッケー、ウララはオッケー、ウララはオッケー。はい、いやー、これどうすんだろうあの人。これセットして効果って言って無効って言われるとモンスター1体でエンドになっちゃうから、多分これアルファ召喚して、アルファ召喚してリンクした方がいいね多分。いやー、まあ、山かさすがに。ちょマジでどこでバロネス使われるかはね、かなりね重要なファクターとなってます今このゲームの。山特殊召喚でチェーン1、山一応フィールドモンスターと守った方が、いやでもどっちでもめんどいな。一応山だね。山で効果で、シャバラ
でシャバラでカードセットしますよ。で1でサーチしますよ。あ、通る、オッケー。もう裏で打ってるからな。あと2ビリくらいだろ多分。手札誘発で飛んでくんの無限ホイル打ってるでしょ。破壊衝動セットで山ちゃんの効果あるは、いやでもこれあるは通んなかったら結局同じじゃね。あれこれやばいな。アルファ、あれこれアルファ通んないとやばくない？バロネス全然使ってくんないんですけど、あの人。ちょっと頼む。来い。全然使わねえ。やべえ。マジ？え、ここまで通ったらいけるんじゃ、さすがに。ここまで通ったらさすがにいけるやろ。さあどうする？あ、な、なんもない。オッケー。シュヤーマか。双極マナ使ってねえもんな。これシュヤーマ出すだろう。なんかすげえ展開通るな。もうリンク4まで行っていいらしいぞ。これアクセス航路とかされたら、あい、まあでもあれか、悪魔族縛り俺入ってなきゃいけない。まああくまでもね、別にこいついるんで大丈夫なんですけど、ね、はい。で破壊モンスター含んで、サロスちゃん出して、でバロネスの、棒立ちは、完全に突破しました。なんか一生効果使わなかったんで、分からせました。あざす。でシュヤーマからの双極効果と山効果。いやでも見極めてたんだろうね。どこまでどこでそのバロネス使うか、かなり見極めていったっぽい動きしてたけど、なんかもうさすがにあんだけモンスター並んじゃったらもう手遅れみたいな話ある。でカードこれ破壊しちゃえばいいな。無限ホイルが飛んでくるかもしれないじゃん。無限ホイルは飛んでこない方がいい。で双極効果でなんかドディケーモンスター出しとくか。はい。であまりにも遅すぎるニビルケアをして。このデッキニビルケア遅すぎない？毎回毎回これ初手でできてくれよ。バトルフェイズ。おっしゃ、オッケー。バロネスの効果仁王立ちしてくれてたからなんとかなったわ。対戦ありがとうございました。あー、なんもねえか。はい。いやまあスキルドレを後ろから開いたらなんとかなるとかない。あー、ラビレンス、スキルドレ意味ねえ。なんなら相手が張ってくれ。なんなら相手が張ってくるよ。まあでもスキドレかでも動けるからね、このデッキは。アリアス、何、やばい、なんだ、トラップカードを発動しようとしている。ビッグレベルかもか。違う、何、チェーンマテリアル、やばい、融合、ちょっとやばい、これチェーン マテリアルはさすがにやばい。デッキも融合される。あ、やばい、グランドキーパー、ラインウォーカー、やばい、ちょっとやばいことが起きた。ジオクラーケン、効果フィールド魔法をサーチ、フュージョンゲート、やばい。やばい、マテリアルゲートだ。何、アリアスによってマテリアルゲートも強化されているだと。まずい、この動きはエレクシーラ、まずいことが起きている。やばいぞ。やばいかもしれない。待ってくれ。あ、ちなみにマテリアルゲートというコンボはもう何回も動画にしてるんで、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、チェーンマテリアルっていうカードの効果で、デッキのモンスターも全部融合さんにできるっていう効果を適用して、そのターン中ずっと。でフュージョンゲートという単位じゃない融合フュージョンカードの効果によって一生融合して続けることができるという、まあ、最強コンボなんですけども、これはですね、グスタフマックスがですね、おそらくね100連打されるかもしれません。やめろ、お兄さん、話し合いませんか。お兄さん、落ち着きましょう。話し合いませんか。話し合いに応じていただけませんでしょうか。